800は、ローバーとホンダが共同開発を行い、ローバーブランドで販売していた自動車である。1980年代初頭、経営難に陥っていた、ブリティッシュレーランドは開発費を捻出できないことから、陳腐化し、信頼性にも、問題を抱えた同社の最上級車種である SD1 を刷新できない状態でいた。一方、1979年から、 提携関係にあった日本のホンダ技研工業ではアコードの上級車種の販売を計画していたものの高級車開発のノウハウがないことから開発に際しお互いの思惑が一致し共同開発を行うことになった1985年にホンダよりレジェンドが先に発売されローバー800は翌1986年に発売された ホンダ製2.5リットル V6 サ1 C24 バルブエンジンと自社製2リットル自家 4DOHC エンジンが搭載されていた。プラットフォームはレジェンドと同一としながらエクステリアやインテリアはローバーらしい雰囲気のものとされた。上級グレードにはイギリスの名門であるコノリーレザー製レザーシートやハンドメイドで製作するウォールナットパネルが装備された。 レジェンドが1990年にモデルチェンジされてに、世代目に移行した一方、ローバー800は、マイナーチェンジを受けながらも1999年まで、継続して販売された。途中1992年のマイナーチェンジでは、フルスキンチェンジとも言うべき外販が一新され、当初のモデルに比べて、丸みを帯びた外観となっている。 1998年に生産中予され、翌1999年になって、後継となるローバー75が発売された。ローバーは800のアメリカ合衆国への輸出を待望したが、同社は SD1 の低品質と低信頼性による失敗に伴って、同国市場から撤退を余儀なくされたばかりであった。そこで、 同地の消費者の間で劣悪なイメージが定着したローバーブランドによる最新出は困難と判断。新たなブランドとしてスターリングが北米販売用に創設された。アメリカ合衆国でのディーラー網構築後、イギリスの工場で生産されたアメリカ市場向けローバー800タル。 スターリング825リットル SL が1987年から1988年まで、スターリング827リットル SL が1988年から販売された。期待に反して、スターリングでも品質問題が発生、調査会社 JD パワーにも告評されたことで販売は低迷、1991年には廃業、販売中止となった。 一方、ホンダは1986年に、レジェンドをフラッグシップとしその下にインテグラなどを揃えた、新たな高級車ブランド、アキュラを北米で開業、レジェンドの販売も好調で成功を収め現在も展開を続けている。ホンダ製 C25A 型 V62.5 リットルを搭載した、最上級モデル、スターリングが販売された。初期の日本向けローバー800は、 ホンダ技研埼玉製作所で生産が行われた。当初は、左ハンドル使用車も設定されていた。1989年にマイナーチェンジされ、V6 エンジンが2.7リットルに拡大された。外装ではバンパーが延長され、アルミホイールの衣装変更を行った。また、従来ものグレードであったが、827スターリング、の他に、 SD1 を彷彿させるような5ドアハッチバック827ビテッススターリングをベースに布シートとするなど価格を抑えた 827SI の2グレードが新たに加わった。日本国内の CM には当初ウェザーリポートのエイリーマーク有メイドが CM ソングに用いられたものが放送され1989年からは浅野優子が出演していた。 1993年、フロントグリルの付く r 1 7系へマイナーチェンジ。グレード体系も刷新され、特徴的であったハッチバック、ビテス、廉価版、SI はラインナップから外れる。従来のスターリングに相当する827スリー、新登場のクーペボディをまとう827スリー、クーペ 自社製の時期 4DOHC を搭載した8 2 3の3グレードとなる。また、全車右ハンドル使用車のみの設定となり、運転席、エアバッグが標準装備とされた。1994年、両席エアバッグを標準装備とし、円高還元を実行、価格が引き下げられた。1996年、マイナーチェンジ。ホンダ製。 V6 を廃止し、新たに自社製 V6DOHC2.5 リットルへ換装する。外装では、素材色であったラバーモールがカラーキー化されるなど、少し変化が見られた。グレード体系も見直され、825スリー、825スリークーペ、布シート仕様の8 2 5 s i が登場する。1997年、小変更。 クーペおよびレンカ版 SI を廃止。モノグレード化に伴い825スリーを80スリーとした。ありがとうございます。